立教会が社会価値を生み出す持続的な経営、組織、人づくりを行う取り組みを称える開花アワードの表彰式が開催されます。私どもが創立70周年に提言をさせていただきました個人の成長、組織の活性化、そして組織の社会性を同時に実現するこの開花の考え方を皆様方に普及をしてまいりました。そしてこの考え方に賛同していただきました数多くの企業組織の皆様方が今回も本当に多数応募いただきました。本当にありがとうございました。それではここから開花アワードの表彰式に移ります。認定 NPO 法人カタリバ代表理事今村久美様、 NPO 法人新生代表理事富永美穂様です。おめでとうございます。では記念撮影をお願いいたします。それでは続いて開花賞の発表です。株式会社ブリヂストン技術品質経営部門執行役員田村康之様、株式会社ミライロ代表取締役柿内俊也様、山田食品株式会社インサート事業部企画開発部主任沢野ひとみ様、そしてユニリーバジャパンホールディングス株式会社の代表取締役北島隆之様です。それではそのままステージ上の皆様方全員で集合写真を撮っていただきたいと存じます。それでは皆様お待たせいたしました。いよいよ開花アワード2019の最後を飾る開花大賞の発表です。それではまずアスクルロジスト株式会社福岡物流センター様、どうぞお進みくださいませ。物流配送事業を行うアスクルロジスト、ピッキング、配送、棚補充といったミスのない仕事が求められる業務において、障害者こそ戦力という考えに基づき、学校や支援機関、家族、医療機関と密な連携を行い、安心して能力を発揮できる仕組み作りを実践しています。障害者雇用のところ採用1分の1、希望者みんな通ってる、実習に来られた方、ここで働きたいと思った方、そこに夢を与えて、そこでここで活躍するということを夢として叶えてもらう。障害者スタッフの定着率は8年間で 75% と高く、生産性では健常者と肩を並べています。障害の有無を超えてコミュニケーションと業務プロセスを進化させたところ、障害者以外の社員の働き方も改善、多様性ある職場を実現させました。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは続いてトロフィーが贈呈されます。おめでとうございます。おめでとうございます。それでは記念のお写真を撮らせていただきたいと存じます。この度は開花アワード大賞という大変栄誉ある賞をいただいて本当にありがとうございます。いろんな人たちの情熱が障害者の方たち一人一人に伝わって、でそれが成長につながって、そしてそれを見るいろんな社員がまた意識が変わっていって、で組織が活性化していったなというふうに思っています。この取り組みっていうのは終わりはないと思っていますので、さらに邁進していきたいなというふうに思っています。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。産業廃棄物を資源として循環させている石坂産業、ダイオキシン問題の際の誤報を機に地域から愛される永続企業にするというミッションのもと、見せる経営を推進、社員、地域住民、ステークホルダーに職場や体験型循環教育の場を積極的に公開しています。廃棄物以外ではなくて、三富根弱村ってちょっと名称にして村を作ってあげて、
その里山を見たり工場見学したり体験型環境教育フィールドを持ってて、はい、全てのものに存在意義価値がある、でそれにどう光を当てて料理をするかというのが人であるということ。外に開かれた経営姿勢は外部との連携を活性化させ、大学や大手ゼネコンとの共同研究などにより新たな地も創出、体験型環境教育の実績も2017年度には7628名が利用し、省庁や自治体との連携事業にも発展しています。石坂産業株式会社代表取締役石坂典子様、取締役専務石坂智子様、まずは今回、大変名誉ある賞をいただきまして本当にありがとうございます。で本当に後ろで何名か、今日参加してくれてきているんですけれども、私今日実は誕生日でして、どうでも1月29日と日付の入った素晴らしい誕生日プレゼントを社員の人からもらえたんだなと思うと、すごく、名誉ある賞をいただいたことに感謝しています。これからも一緒に社員と一緒にまた良き会社になるように頑張っていきたいなと思っています。この度は本当に素晴らしい賞をいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。外用薬専門の受託メーカー万協製薬、人口1万5000名の町で地元の人を雇用してエキスパートに育てるところからスタート。少ない人材で質の高い業務を担うため融通の利く仕組みと社員のエンパワーメントを徹底しました。地域を巡る最大の貢献は地元産業だと考えております。環境が良かった、で地元の人たちも採用するし、やっぱり優良企業であり続けるっていうことは、それはやっぱり社会貢献につながっているんじゃないかなっていうのは深く考えていけば思いますけど。社員の自発的な行動の奨励、部門をまたいだ協力体制、技能向上を目指す仕組み、さらに作業のモジュール化やジョブローテーション、そしてプチコミファミリー制度や日報システムなど徹底的な仕組み作りと制度の実践により、売上人員は5年で倍増、社員の満足度調査では全ての項目において満足度が 75% を超える結果を出し続けています。万協製薬株式会社代表取締役社長松浦信夫様、製造部生産管理課課長高島久美様です。おめでとうございます。では記念撮影をお願いいたします。私はこの賞をすごく楽しみにしてまして、いろんな会社でいろんなコンテストに出たり、いろんな賞も今までいただいてきたんですけれども、なかなか例えば製薬業であったり今日の受賞の皆さんでも業種が違うと自分たちの会社に転用することはなかなか難しいと思うんです。しかしこの開花アワードは組織や人の成長の変化点を表彰するというところなので、花火でも何でも着火する瞬間というのはきっと何かのイノベーションが起こっているはずですし、ここを共有することができれば日本の社会全体を変えるということができるというふうに思っています。これからも社員と組織ともに成長できるような変化点を分かりやすく示していける会社でありたいと思いますので、本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。審査の視点といたしましては、この3社ともにいずれも地域に密着をして社会課題に取り組んでおられる、人、組織、そして社会の改革に向けた活動が増えていくこと、それは先ほどのお話にもありましたけれども、それぞれの企業の変化点だと、大変いい言葉だと思います。そしてまた終わりはないというお話もありました。まさに終わりのない変化点をずっと続けていかれる、今回受賞された企業の皆様がそういうことを継続されていかれるとともに、新しい企業の皆様がそういうところにチャレンジをしていかれる、
そういうことを期待をする。そういうことが起こりますと、開花賞の意義も大変大きなものになるのではないかと、そういうふうに感じております。3社について共通して言えることが、やはりトップの方のミッション、それからビジョン、これが非常に明確であると。で、このミッションビジョンがしっかりと従業員の方に伝達されているなというのを感じました。で、一番はやっぱりトップの方の熱い思い、パッション、これがやっぱり全会社的に行き渡っている結果が今回の開花という部分の中で反映されて、対象につながったというふうに理解をしております。やはり継続は力で、これからも地道な活動を長く長く続けていければというふうに思っております。そんな中で、日本企業として素晴らしい会社が世界に誇れるような企業が出てきてくれれば幸いかなというふうに思っております。それが我々のミッションだと思います。今回で6回目を数える日本能率協会の開花アワード、環境問題への取り組みや働き方改革、地域との共生など組織を取り巻く課題は様々で、その解決方法もそれぞれの組織によって異なりますが、今回の受賞事例が課題解決のヒントの一つになるのではないでしょうか。